伊藤史郎氏。ロシア高官はよくあそこまで嘘をつけるね。なんなのそれ、ガネットではない。内容はこちら。ロシアの問題で伊藤史郎氏が持論を展開したようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。伊藤史郎が12日、ラジオ番組に生出演し、ウクライナへの軍事侵攻をしているロシアについてコメントした。ロシアのラブロフ外相が、我々はウクライナを攻撃していない、などと主張したことについて、伊藤は、それにしてもロシアの高官、ラブロフさんは、よくあそこまで嘘をつけるね。あんなに国際的な嘘も珍しいんじゃない?私、自分の耳を疑ったの。ロシアはウクライナを攻撃してません、って。なんなのそれ、どうなっちゃってんの、と述べた。さらに、決着がどうつくのか知らないけど、もしこの理不尽なロシアが勝利となると、世界的な影響はでかいでしょう、と話した。続けて、こういうことが正当化されると、よその国でも、あそこの国が欲しいという指導者はいると思うからね。結構手を出してくる事件は多くなるんじゃないかと思うんだけどな、とし、まず、台湾はやられると思う。それから日本の尖閣諸島も危ない。尖閣の後は石垣島、そして沖縄本島ってことに、なんか私は繋げちゃうんだけど、と述べた。伊藤史郎氏は、よくわかっていらっしゃいますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。お元気そうで何よりです。伊藤さんは戦争経験者であり、バリバリの愛国者だもん。伊藤さんは、前から靖国神社の御霊祭りに奉納してるよね。よくぞ言ったベンジャミン。よくぞ言ってくださいましたよ。次はこちら。万が一正当化されてしまったら、だからね。北海道ももちろん危うい。台湾がやられるときは、沖縄もセットだろうに。台湾の次は沖縄。この危機意識を、どれだけの日本国民が共有できているでしょうか。次はこちら。バイオチン沈黙を守る。戦争体験者の言葉だ。そこらのパヨクの言葉と重みが違う。この調子で関口博士にも苦言を。そうですね。関口氏にガツンと苦言を呈してほしいですね。最後はこちら。危機感を感じられない現首相と、コビ中及び親中議員の多さよ。マスコミについては言わずもがな。あり得ると思ってて打たなあかんねん。岸田の代わりに総理やってくれ。日本政府は、もっと現実を直視し、危機感を持ってほしいですよね。結論。伊藤史郎氏は、若かりし日より、靖国神社参拝を定期的に続けておられる愛国者ですからね。だからこそ、ロシアのウクライナ侵攻の中での中国の動きをしっかりと分析できており、これから起こりうるかもしれない台湾有事や沖縄有事についても予測できています。伊藤史郎氏の考えを、より多くの日本国民で共有しなければなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。